こんにちはお元気ですか都市伝説アーバンレジェンドのイブセですあのイブセはですねあの魂中心主義の生き方マブイライフをですねイブセは提案しますマブイライフ魂の声を聞くっていうことなんです、えー、どうやって聞けばいいの簡単ですあのね何でもいいから自分自身に質問を投げかけるんですよ もう何度も何度も同じ質問を投げかけてみてください。魂の奥、深い奥の方からですね、声がふわっと浮かんできます。それはインスピレーションだったり、ひらめきだったり、直感だったり、そういう形でふわっと出てきます。それが魂の声です。まあ私はね、そういうイン,インスピレーションがふわっと降りてきたときは、ああ、神様の声だ、神様のメッセージだっていう風にね、 私は思うんですけれどもね。まあ、そういったことをね、ぜひやってみていただければと思いますえ。ということでね、今回はこのテーマでお届けしたいと思います。ついに、ついにあのオバマが本格的に参戦しました。ハリスの応援演説に登場しました。やっぱりこの人ね、めちゃくちゃ人気ありますよね。あの、雄弁です。スピーチうまい。でもやっぱりね、以前とはちょっと違う。 歯切れが悪いんですねちょっとね、まあ、そこら辺の話をねしていきたいと思います。で、やっぱりハリスはポンコツだったというね、まあ、そういうお話でございます。でね、あのー、今回はね、後半で、えー、日本の選挙の話もね、していきますんで、日本の選挙に対して私、熱く語ってしまいます。ですからね、最後までぜひ聞いていただければと思います。それでは早速、行ってみましょうねー。 オバーマー君がここへ来て、本格的にハリスの応援に入りました。でね、クリントンもね、近々参戦するそうですけどもね、でもね、ちょっと以前とは違うようです。以前はね、イエス・ウィー・キャ Yes w ウィー・キャ h チェンジとかって言ってね、もう聴衆はうわーっと盛り上がるっていう感じでしたけどね。 あの日本でもね、この人が大統領になったとき、すげえって、時代が大きく変わるぞーみたいなね、そんな風に思った人も多いんじゃないでしょうか。でね、今年のね10月10日、ペンシルベニア州のピッツバーグで開かれたハリスの選挙集会でオバマ君がスピーチしたんですけど、これがね、ちょっと問題になっています。どんな発言をしたかっていうとね、 女性だからという理由で大統領候補のカマラ・ハリス氏に投票することをためらっている男性に言い訳探しをやめるよう呼びかけたんです。まあこれあの、机上の空論で言うと素晴らしい戦略ですよね。女性だからという理由で、えー、投票をためらってるっていうふうに言うと、女性だから っていう、それ差別になるぞ、お前らっていうことですよね。差別すんなっていうことですよね。うまいすり替えですよね、これね。あの、ま、あ気弁といえば気弁のような気もするんですけれどもね。で、この発言に、男子たち、黒人男性たちが批判の声を上げてるんです。別に女性だからって、ハリスへの投票をためらってるわけじゃニーシーってことなんですよ。ですよね。いや、むしろね、 あの初の女性大統領がで、で、ね、誕生するとなれば、これはもうちょっとワクワクしますよね。時代が大きく変わるぞっていう感じしますよね。でも、女性だからじゃないんですよね。そう思いませんためらってる理由は女性だからではありません。そうです。オバマ君ちょっとまとはずれなんじゃないでしょうか。以前のキレのいいスピーチじゃないですよね。やっぱり、替え玉のゴムなんでしょうか あの都市伝説筋の世界ではね、えー、よく言われております、もう買い玉なと、もう本人はもう逮捕されてるんだ、グアンターナーも言ってるんだみたいなね、まあ、そんなあのフェイク動画もいっぱいありますけれどもね、オバマは例の人身売買で逮捕された大物プロデューサーと一緒に遊んでいたみたいですしね、えー、子供たちにえぐいことをしていたんでしょうけどもね、えー、ここはあくまでも私の妄想ですからね、信じないでくださいね。 で、えー、黒人男性たちがハリス支持をためらうのは女性だからではありません。まあ、はっきり言っちゃいます。ハリスがポンコツだからですね、すごいよね。ポンコツとボケ老人が今、世界を動かしてるんです。すごいよね、今この状況。もう大混乱、カオス状態だよね、これね。 先日ね、テレビインタビューでこんな質問がありました。この4年間で副大統領としてバイデンと違うことをしたとしたら何ですかとインタビュアーが言ったんですね。そうするとハリスはどう答えたか。特に思い当たることはありません。私は重要な決定のほとんどに参加していましたから、ガハハハハハって笑ってたというね。まあ、これってね、自分は何もやってませんって言ってるようなもんですよね。 バイデン政権のね失敗に自分にも責任がありますって認めているわけですよね、これ。どう思いますあのぜひね、あなたの意見、コメント欄にね書いていただけると幸いでございます。でね、5日の集会、まあ、ちょっと前の集会ですけどね、プロンプターが故障しちゃったんですね。で、それでもう何を言っていいかわかんない。ですから、あの選挙まであと32日っていうのね連呼したんで連呼して笑うだけっていう。 32日、32日、32, 32!、32! と使ってね <laughs>、連呼しまくったっていうね、あの聴衆たちも大変ですよね、いちいちそれに応えていかないきゃいけないっていう、まあ、あの都市伝説筋の情報によると、まあお金配ってみんな集めてるっていう、バイトでね、来てる集,ま集会に来てる人がねいっぱいいるんじゃないかっていう話もねありますけれどもね。 まあ正直、よくもまあこの人がね副大統領まで上ってきたもんですよね。民主党には他に人材はいないんでしょうかね。いるはずです。いるけど、なり手がないんです。嫌だと。いや、もしもね、本当に不正の選挙が暴露されて、本当にこれは大変なことだということで、逮捕されるようなことになったら、これ、国家反逆罪ですよもうし、ね。死刑ですよ、 系ですよねもうそんな危ない橋渡る人誰もいないわけですよ。ねっていうことだと思うんですけれどもねで。ところでちょっと気になる数字があるんです。269対269。これ何の数字だと思いますかそうなんですよ。今回の大統領選挙なんです。アメリカの大統領選挙は日本の選挙とは全然違います。 選挙人が各州で何人っってて決まってるんですねでその州を取った場合その選挙人の数が全部総取りになるわけですから総数で決まるわけじゃないんですよあのー、アメリカの国民全員の有権者全員の票がトランさんの方が多,い多くてハリスの方が少なかったとしても関係ないんですよこの州をどっちが取ったかで決まるわけね でそういう州によって決まるわけですけどで、州によって選挙人の数が違うんですけどね。で、全ての選挙人をね、えー、合わせると538人なんです。で、この538人が11月のあと、12月になって、また選挙をして、それであの大統領が決まるというね、まあ、そういう仕組みなんですけど、 ですから、この270人、選挙人538人のうち270人を超えると過半数となって、えー、その人が大統領になるんですけど、これが269対269になる可能性があるって言うんですよ。怖いですね。きゃーまあそういったことを議論する人たちがいるわけです。マスコミ、こういうことをね、煽ってるわけですけれどもね。もし 同点になったらどうなるんでしょうか同点の場合は来年の1月に会員が決めることになるんですがそれがねまたそう簡単じゃないらしいんです会員は今ね共和党が牛耳ってますからもう寅さんが大統領になるっていうことですけどここら辺がねもうねぐっちゃぐちゃになってるんですよあの各州にね選挙人がね何人かいるわけですけどいやそれやめて各州1票にしようじゃねえかっていう議論もあって そういうふうに投票を行うことに可能性があるんですもしそんなことだったらもう制度ぐっちゃぐっちゃになりますふざけんじゃねえよってなりますよね、まあ、実際19世紀にそういうことがあったんだそうですそれを持ち出してきていやもし同点になったらそういうことにしようぜっていう風に圧力がかかっているということなんですよどう思いますかひでえ話ですけれどもね でね、えー、次のニュース、ちょっとね、気になるニュースをちょっと紹介したいと思うんですが、これね、フロリダを襲ったあのハリケーン・ミルトンが上陸する前に、謎の黒い円が、タンパ湾上空を飛んでいるのが目撃されたんです。これ、私、あの動画で見たんですけど、これ、皆さんにはこのね、静止画像ですけれども、この、ね、黒い雲のような、この枠がふわーっと、円盤が飛ぶみたいにふわーっと飛ぶんですよ。 これ一体何なんでしょうかね UFO なんでしょうかあのハリケーンはもしかして宇宙人が発生させたんでしょうか違いますよねハリケーンが移動する時って先を先導するようにこんな黒い円が飛びこ飛ぶことってあるんでしょうかねどう思いますあのイーフセはね専門家じゃないんでよくわからないんですけど詳しい人はぜひコメント欄に解説をお願いいたします まあ都市伝説筋の人は、兵器ですよね。気象を起こす、ハリケーンを起こす兵器があるんだっていう人いますけどね。信じるか信じないかはあなた次第です。でね、次のニュースなんですけれども、これめちゃくちゃ気になります。この数字見てください。心筋炎の報告件数の推移なんですけど、2019年が63件。 20年は58件なんです、ね、ちょっと減ってますよね。ところがですよ。ところが2021年で急に飛び抜けて増えるんです。なんと1 5531件ですよ。すごくないこれ。これってフェイクデータなんでしょうかフェイクデータが今ネット上で出回ってるっていうことなんでしょうかこれちょっと異常ですよね。 いぶせ専門家じゃないんでね、詳しい方、コメント欄に解説をお願いいたします。これはこういうことだぞ、と。心筋炎ってのはこういうことで起きるんだぞっていう、この原因なんかもね、ご存知の方はぜひ教えていただければと思います。で、太郎くんですよ。太郎くん、あれの担当大臣だったですよね、この時期。あれをね、強力に進めてましたよね。覚えてますかね、太郎くんの発言。 絶対に安全ですからと。被害の報告は一件もありませんから大丈夫ですって言ってましたよね。で、何かあったら私が全部責任を取りますって男らしいこと言ってましたよね。覚えてますか責任取ってもらいましょうよ、今回。どうです責任取ってもらいましょうよ。で、ちょっと責められたらね。 私は単なる運び屋ですから、やれって言われてやっただけですって、まるで自分には責任ありませんって感じでしたよね。そんな発言したでしょ、この人。ふざけてますよね。責任取るって言ったじゃねえかよ。責任取ってよ。運び屋だろうが何だろうが関係ねえよ。そう思いませんか政治家の使命は、 私ここのところ何度も言ってますけれども国民の生命と財産を守ることです守れよ国民の生命が健康が脅かされている時になんと無責任な人なんでしょうかあなたどう思いますこういう人の発言責任取,り取る責任感のある人だなと思いますこの人素晴らしい人だなって思いますかどうでしょうか もう世襲ですよね、この人ね。もう、まあ世襲が原因じゃないと思うんです。もうこの人のもう人間性の問題だと思うんですけれどもね。世襲とか裏金とか関係ないです。国民の命を守るべき政治家が危険なものをね、日本国民で実験することを許可するなんてね、絶対にあってはならないことです。そう思いませんかあれに対して、 反対表明できない政治家は全員落とすべきだと、いぶせは思いますが、みなさん、いかがでしょうかパチ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 もうね、これ、落とすというレベルじゃないですよ。逮捕ですよ。そう思いませんかもう政治家だけじゃなくて、専門家ね、あれを強力に進めた専門家の人たちいるじゃないですか。もうみんな逮捕ですよ。そう思いません。でね、 太郎君の選挙区は神奈川15区です。平塚市、茅ヶ崎市、大磯町などです。ね、神奈川ですよ。皆さん、神奈川にお友達がいませんかね。前回の選挙では2位となんと16万票以上も差をつけて当選してるんです。強いめっちゃ強いすごいよね。圧倒的な強さです。 もうどんな人をここにぶつけても多分無理です。あの、連邦レベルがここに来ても多分無理だと思います。ね、どう思います、これ。でね、もう太郎くんお、お父ちゃんらがね、築き上げてくれた地盤がありますから、もう不動です。もう自信満々、余裕たっぷりっていう感じですけどもね、この地盤が硬い、硬い地盤なんですよ。 あのアベンジャーズのね僧が持ってるあのハンマーがあるじゃないですかハンマーでバーンってやっても多分勝ち割ることはできないでしょうね、えー、でねこの高い高い壁に今回の選挙でなんと内海聡さんが挑むそうです、ね、東京都知事選でねいろいろとねこう話題をね振りまいてくれた人ですけれどもね挑むんだそうですよびっくりぽんですよね 硬くて高い壁にね、生卵をつぶつけるようなもんですよ、これ。ほんと、玉砕ですよね、これね。で、この内海さんはね、当然あれにも反対です。外国人を受け入れることも反対してます。ですから、ぜひ内海さん、 当選してしてほいけどね厳しいとは思いますけどね多分無理なんでしょうけどまあでもねどれぐらい票が集まるかっていうのはね、うん、まあ見てみたいですけれどもねまあ内海さんに票を入れた人っていうのはまあ言うたら覚醒した国民っていうことですよね有権者をねそうやって覚醒させていく一人でも多くの人をね目覚めさせていくっていうそういう運動だと思うんですよね内海さんがやろうとしてるのはね。 でもですよ、もしも、もしも内海さんが当選して、まあ、あのこれ、小選挙で勝ってもあの、太郎君はね、比例代表の方で、こう、ね、重複指名されてますから、やっぱり政治家として戻ってくるんでしょうけれどもね、でも、そっちの方でも落としてたら、ですから、自民党ってか書かない、比例代表の方に自民党って書かない人たちがいっぱい出てきたら、 神奈川でね、奇跡が起きるかもしれないですよ。もしもそういう奇跡が起きたら、すごいことですけどね、私はそういうのね、ちょっとイメージしてます。祈りは必ず叶うんです。みんなでイメージしましょうでね、内、え、海、ー、さんはね、興味深い本をたくさん出版されています。本業はお医者さんです。 やむにやまれる思いでせ、ね、お医者さんですけどね、政治活動ね、これまでずっとされてきたみたいですけれどもね。あの、内海さんの本ね、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひ読んでみていただければと思います。面白いこと言ってますよ、この人ね。えー、素晴らしいです。ベストセラーにもなってますけれどもね。 であのネット上にね内海さんのあのスピーチがねこうありますから、ぜひ内海さんの演説をねぜひ皆さん聞いていただければと思います。マスコミはね今回の選挙の争点を裏金問題とかね憲法改正とかそちらに国民の目を向けさせるようにねしてます。国民の目をそっちに向けさせてあれから私たちの目をそらそうとしてるんです。目くらましなんですよ。騙されないでください。 今回の争点は紛れもなくあれです。あれを争点にしなきゃ絶対ダメです。もう私たちの命が脅かされてるんですよ。緊急性が高く最優先事項として捉えなければならないのはあの問題じゃないでしょうか。まあ、具体的に言うとね、ごめんね、あれとかあ,のあれとかって言ってますけど、あの問題とかってね、こう言ってますけど、これ詳しく。 しっかり言うと、YouTube で消されちゃうんですよ。ごめんなさいね。ほんとそこはね、あのー、了承していただければと思うんですよ。あれですよ。もうわかりますよね。あれを勧めた人はね、もうね、犯罪者だと思いませんイブさん、もうこれ犯罪だと思います。もう人口減少ですから、人口削減してますもんね。アメリカの大統領だったら、 私が当選したら、やつらを逮捕しますって、はっきりと言えるんですけど、日本はそうは言えない。日本はね、やっぱりね、総意でやることしかできないですからね。あの、議員になったからといって逮捕できませんから。大統領だったら、そういう、ね、大統領令ってのバーッと発動して、パン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 とね、逮捕することができますけど、一議員が、一政治家がそんなことできませんよね。どうしますか、これ。まあ、とにかく今回の選挙の争点は、 犯罪者を許して野放しにするのかそれとも犯罪者に鉄位を加えるのかっていうここですあのちょっとね熱いトークをちょっとクールダウンさせて最後に都市伝説の話をしたいと思います2025年来年です首都圏の地図はこうなるそうです これあくまでも都市伝説ですからね。信じるか信じないかはあなた次第ですよ。千葉県がなんと千葉島になります。千葉の島になっちゃうっていうね。すごいよね、これね。これがもし本当だったら大変ですよ、これ。まあ確かに2025年7月に大きな津波がやってくるって言いますけど、もう大地震で地殻変動が起きて、こうね、こう地形が変化するぐらいのね、地震が来るかもしれないですから。 であの今ね、全国の子供たちが、多くの子供たちが今、津波や洪水の夢を見ているんだそうです。これは何を意味しているんでしょうね。キャーって感じですけどね。あくまで私にはこれ、都市伝説ですからね、あの怖がらせるつもりは一切ないです。もしもね、こういう情報を耳にして怖くてしょうがないってあるんだならば、準備してください。準備すれば安心ですから。 それでも準備いく,いくら準備しても怖くてしょうがないっていう人はもう引っ越しはいいだけの話です。軽い気持ちで引っ越してみてください。もう首都圏に暮らすのもう飽きちゃったし人がごちゃごちゃして嫌だし外国人が増えてなんか治安も悪くなったからもう引っ越そうって田舎の方に疎開しようってもう軽い気持ちでね疎開しちゃ,しゃえばいいんですよ。私そう思いますけどね。2025年いっぱいまで。 破壊と混乱の時期なんです。この時期、どう生きればいいのか、破壊と混乱の時期ですよ。ね。まだまだひどいことが起きる可能性があります。今回のあれは、やってない人にも映るんだそうです。都市伝説みたいですけどね、もしそれが、もしそれが本当だったら、日本列島全体に原因不明の病気があふれるっていうことですよね。 変な菌が溢れてとどうしようもなくなるっていうことですよね。もうそうなるとね、日本の外に私たち出られなくなります。外からも来れなくなります。まあ、つまり鎖国状態になっちゃいますよね。 鎖国状態ですよ鎖国状態になったらもう外国人問題も一気に解決しちゃったりなんかしますけどね外国人来なくなっちゃいます観光客も来なくなっちゃいますからねでも経済ガタガタですよ私たちの生活は一体どうなっていくんでしょうかまあとにかくね人が多く集まるところはちょっとここまあ来年までちょっと避けた方がいいかもしれません人の少ない田舎にね引っ越した方がいいかもしれませんもう怖くてしょうがないっていう人はもう引っ越した方がいいです あの川口から引っ越す人いっぱいいるらしいですもんねあの私怖がらせるつもりほんとないですただねこういうことも考えられる最悪を考える最悪の状況を考えて対処するっていうこともやっぱね大切だと思うんですよ、まあ、とにかく準備だけはしておいた方がいいですよね言いいぶせごもんです変な病気じゃなくて愛と感謝があふれる国にしたいですよね 愛と感謝が溢れる国日本がそういう国になったらどうでしょうかイメージしてみてくださいそのために今回の選挙で私たちは何をすればいいと思いますか魂の声をね聞いてみていただければと思いますいかがだったでしょうか愛と感謝ですよ愛のある言葉を使って 愛の言葉を日本中にずっといっぱいいっぱい広めて愛の言葉で溢れさせましょうよそして感謝です全てのことに感謝しましょう愛と感謝の波動を発信していきましょうそうすれば大きな愛が返ってきて感謝したくなるような奇跡が次々と起きますよ私たちの力で奇跡を起こしましょう日本を再び偉大な国にするために 奇跡を起こしましょう以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、私のサブチャンネル沖縄大好きチャンネルの方の登録もぜひよろしくお願いいたします最後までご清聴ありがとうございました